1971年日本グランプリは5月3日静岡県の富士スピードウェイで華やかに行われ、ツーリング A 部門に日産スポーツカークラブからブルーバード 1600-3S が出場しました。ゼッケン35番北野選手、36番黒沢選手です。スタートです。出場者は前日の予選を通過した36台、1周6キロのコースを15周、90キロのレースです。第1コーナーのバンクを走り抜ける出場者、続いて S 字コーナー、ヘアピンカーブにかかりました。2周目にトヨタ 1600GT を抜いて2位に上がった36番のブルーバードはトップのベレット 1600GTR を追います。黒沢選手トップに立ちました。35番北野選手も2位に上がりました。2台のブルーバードは激しく競り合いながら他者をリードしてラップを重ねます。いよいよ最後の1周です。激しいデッドヒートでメインスタンドへ。36番黒沢選手優勝、2位には0秒15の差で北野選手が入りました。続いてスカイライン 2000GTR、 ゼッケン8番長谷見選手、ゼッケン6番高橋選手がツーリング B 部門に出場しました。16台の出場者流れるように第1コーナーへ。SG コーナーをスカイラインがトップグループとなって走り抜けます。ゼッケン8、6、9の順で通過しました。高橋選手、長谷見選手をぴったりマークしています。日産チームを追っていたファミリアロータリークーペスピンしました。
台のスカイライン、豪快に走り続けます。5位につけていたロータリークーペ、大きくスピン。美しいスタイルの中に精悍な性能を秘めたスカイライン 2000GTR は快調に周回を重ねます。14周目、ゼッケン6番の高橋選手、ついにトップを奪いました。2台のスカイラインは周回遅れの車を抜きながらゴールを目指します。ほとんど同時にゴールイン。スカイラインは1位から3位までを独占しました。続いてグランドツーリングカーレースにはゼッケン16番フェアレディ 240Z 戸平選手が出場しました。2分前エンジンスタート。ポールポジションは16番です。周90キロを21台の出場者が争います。 S 字コーナー、ヘアピンカーブ、メインスタンド前、16番のフェアレディ Z 早くも2位以下を大きく引き離しました。フェアレディ 240Z は今年のモンテカルロラリーに初出場、総合5位という好成績を収め、第19回東アフリカサファリラリーでは昨年のブルーバードに引き続いて2年連続総合クラスチーム優勝の快挙を成し遂げました。海外でその実力を認められたフェアレディ Z は他社を圧倒的に引き離し独走を続けます。16番、2位24番、2周目から全く変わりません。いよいよ最後の1周です。3位をマークしていた25番が11周でリタイアしたため23番が3位に上がっています。ついにゴール。平均時速 173.68 キロ、フェアレディ Z は1位から6位までを独占しました。